どうもラオチンです。本日は戦国無双5をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあだいぶやりました。6時間ぐらいゲームを進めまして、今ここだね、第6章の信長編まで来てます。で、信長だけども、あのね、最初装備がさ、大立ちを装備してるでしょ。大立ちじゃなくって刀にするとめちゃくちゃ強くなった。うん、大立ちもね、まあ使いやすくはあったんだけども、刀の使いやすさって言ったらもうないね。もう信長は刀でいいんじゃない。まあとにかく序盤は刀で無双できる。むちゃくちゃ強くなるんで、装備を変えるのをおすすめします。それでは今日ここ、早速行ってみましょう。では行きましょう。今回ヤスケを連れてきたね。ヤスケを連れてきました。まずはどこに出てくるんだい？まあ、とにかく、なんだろう、最初、序盤では、結構攻撃がもっさりしてて、結構やりにくいと思うんだよね。でも、後になるにつれて、本当にね、快適になるんで、最初はね、ちょっと耐えて、やり込んでみてください。めちゃくちゃね、いい動きするようになるよ。もう中盤過ぎた頃から。さあ、どうだ？どこに出てくる？どこだ？あっちか、遠いな。まだね、動きはね、完全に慣れてはないんだけども。え、どこ？あ、ここでも倒せってこと？あ、そうだ、ヤスケをちょっと使ったことないから使ってみよう。おお、なるほど。はいはいはい、素手なのね。かっこいいヤスケかっこいい。あ、ミツキもね、この格闘武器だったんだけども、あいつまだ使ってないんで。でもヤスケいいね。じゃあまだいるの？オッケー、これ倒したっしょ。ということで信長様で、え、どこだっけ、どっか、ああ結構遠いな。ここが、おお、2体おった。2体出てきたけど無双で一発でいけるでしょ。ああ一発じゃなかったけども、すぐ倒せる。終わりか。もういないよね。うん、次ここ岡部君か。じゃあ米岡をここで倒、おい、そうかそうかそうか、今までねなかった、このなんかものすごい守りが硬いやつが5からはね登場したもんね。あれを倒すにはちょっと慣れが必要だ。いっけ、打ち取ってみろ。よし、いけ、終わりか。くらえ、まだか、硬えな、さすが。おお、あぶね。ゲージがね、2つゲージあるやつが、ちょっと待って、お前待てって。あ、なるほど、減らせなかったか。あれはもう仕方ない。よし、開いた、いくぞー。あー、馬の速さがもうちょっとあればいいんだけどね。馬がね、そこまで速くないんだな。ダッシュがあるのかな、だからダッシュの技みたいなのがあるのかい。よっしゃ、いくぞ、もう終わりだ。あ、まだいる。おいおい、
いた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 、いってこいつら、ここか。あ、いたいたいた、お前こんなとこにいたのか。ちょっと待って、あぶねえ。じゃあ多分こいつでおしまいだから。あ、いや、こっちの自陣もやばいぞ。よし、いけ。お、やる、やるやないか、お前。よし、もう倒していいんだよね。あ、無双奥義で撃破せようか。OK、 自分のところはもう任せよう。いけ、当たってねえ。ならば拙者は武田のため命を投げ打つのみ。当たってねえし。敵を道連れに怪人と化してくれる。ええー、マジか。まあまあ大丈夫大丈夫。おい、自分のところがちょっと気になるけど大丈夫か。よし、ちょっと待って、アイテム取れ、アイテム取ってない。いっけ、次使っていきましょうか。 OK、 いくぞ。あ、うん、ダメだ、ちょっと足りない、ゲージが足りない。 OK、 溜まった、完璧だわ。いくぞ、どこいる、いた、いきます。しゃあ、終わりか。よし、終わり。いやー、信長が本当に強くなったね。めちゃくちゃ強い。刀本当おすすめだから装備してみてください。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。